ゲホウグモポルティスイリー・ポダスは、コガネグモかゲホウグモ族のクモである。腹部が奇妙な形をしている。性的二なりが非常に、著しく、メスの体長が12から16ミリメートルに対して、オスは2から3ミリメートルしかない。以下にメスについて、詳しく述べる。オスははるかに、小さいこと、それに華奢であることと同時に、メスの特徴をより簡単にした印象。ちなみに、 この種のオスは長い間発見されていなかった。メスはほぼ中型の鬼雲類であるが、形が独特である。頭胸部は前後に長く、特に頭部が突出する。さらにその先端から、鳴気の部分が突き出し、そこに前列四眼と後列中眼がより集まり、その後方の頭部両側に、後列側眼だけが離れてついている。腹部は上から見ると、 幅広い卵型に近いが、前側の円がやや平らに突出して東京部の背面に覆いかぶさるようになっていて、凸凹した円を持つ。背面側は凹凸を伴って少し盛り上がる。ふ足は、鬼ぐもるとしては普通程度。ただ、この形の上に、色が変わっている。腹肺や、ふ足の中ほどから先は、灰色から褐色を帯びた色で、細かい毛があって、 艶消しになっているのに対して、ふわしの基部は、赤葛色から紫を帯びて、艶が強い。東京部も、東部から、胸部中央が、艶消しの灰色、周辺部は、赤葛色で、艶があるという、全身が、ツートンカラーになっているのである。したがって、この雲が、ふわしを伸ばした場合、かなり独特の外見となる。ところが、野外で静止している場合、この雲は、 ふ足を折り曲げ、それを東京部に被せて腹部に寄せて集める。すると、艶の強い赤みを帯びた部分はすべて内側に隠れてしまい、外からは艶消しの灰色の部分しか見えなくなる。昼間に観察した場合、この姿しか見られない。腹部背面にやや天狗の花が長い個体なお、腹部の形と背面の反紋は個体差が大きい。背面の反紋はいずれも地味で、 肺褐色の地に黒褐色っぽい部分が入り混じる。ただ、中央が黒くて両側に白っぽい反紋があると、これがなんとなく人の顔に見える。また、形としては、腹部前縁の凹凸の形だが、全体に同じ程度の緩やかな突出部の列になる場合から、中央の突起がはっきり出る場合、両端の突起がはっきりする場合などがあり、時には中央の突起が、 天狗の花のように見える。この雲の名は外のリグモでこのように腹部が天狗に見えることから来たものだという。これらの変異は同一乱能から生まれた個体間でもかなりの差があることがある。日本では南部地域に発見され、本州南部から四国、九州、伊豆諸島や南西諸島一帯で発見されている。国外ではインドからフィリピン、中国、 それに、オーストラリアに分布する。網目の細かい炎毛産地から平地まで、主として森林に生息するが、人里でも見られる。夜間に炎毛を張る。この雲は樹幹に糸を引き、中空に炎毛を作るが、非常に網の目が細かいのが特徴的で、懐中電灯で照らすとよく光って見え、レコード版のようなと称される。実際に計測した結果によると、 体長1 5ト、mm、ルのメスで、網元体部の直径が3 0トル、そこに縦糸が40本前後で、横糸は150本を超え、横糸は1トルあたりに5本以上も入る。雲は網の中央に下向きに転移し、ふわしは緩やかに広げるので、体の内側の艶ありの部分もよく見える。昼間は網を畳んでおり、雲は木の枝などに静止している。 蒸気のようにその際には、ふ足を折り曲げて、全身を一つにまとめており、その状態では、肺褐色の艶消しの表面に凹凸があって中央が高く尖った塊であり、それが枝の上にあると、単なる木のコブにしか見えない。巧妙な擬態であると考えられる。樹皮腸に静止している状態乱能は、すすきの葉にくっつけたものが知られている。生活史に関しては、 名古屋での野外と飼育の結果から5月に、乱老から出た妖精が8月末に生態となったが、一部、妖精は越冬して、翌年6月に成熟したという。下法グモ族は、旧世界の熱帯域を中心に44種が知られるが、日本からは他には次の一種が知られるのみである。他に複数種が記録されているが、いずれも下ホ蜘蛛の個体変異による誤人かと思われる。 小笠原新海をの P461 小笠原、ありがとうございます。